皆さんこんにちは。こんにちは。今回はまりなが教習所についに通うということで入校手続きに来ました。すっごい緊張します。マニュアルです。もちろんマニュアル免許を取得するということで入校手続き頑張ってください。怖い。じゃあ、いってらっしゃい。はい、今日ついに入校式です。緊張する。怖いよ。じゃあ頑張って行ってきます。はい、緊張してるの。いってらっしゃい。はい、結局電車に間に合わず教習所まで送ってきました。ごめんなさい。じゃあ頑張って。1日目、なんかすごい人が結構いそうで怖いの。緊張する。そうだね。頑張ります。はい、ありがとうね。はい、いってらっしゃい。天気です。はい、2日目、教習所2日目でございます。今日は学科を5コマと、あとは実技が空いてたら実技を取ってきます。はい、頑張ってください。今日はまりなだけの撮影になります。6月の終わりぐらいから教習所に通っております。学科の授業が今7個終えていて、あと3つ残ってる状態で、技能の授業が多分10回ぐらいで、あと5回ぐらい残ってる感じになっていまして、今まだ1段階目で仮免試験がまだ取れていなくて、9月の初めぐらいまでに取れればいいかなと思っております。6月に入校して、もうその時点で20人30人ぐらい教室にぶわっていたんだけど、原簿って言ってわかんのかな、みんな。プロフィールファイルみたいなああいうのが配られて、私の学校はマニュアルかオートマか色で決まってて、もう30人中マニュアルがまず5人ぐらいしかいなくて、でその中で、かろうじて女子がもう1人いたんですけど、もうこういう感じじゃなくてスポーツできますよって感じの女の子だったから、うわ終わった、これマニュアル無理だと思って、もうまずそこで怖くなりました。技能の授業が7月ぐらいから始まって、最初はおもちゃみたいな、こうマリオカートみたいなゲームのやつで乗ってシミュレーションしてから、校内で実際車に乗って発進とかブレーキとかっていうのをやってたんですけど、まずそのゲームの時点でもう怖くなっちゃったし怖がりなのかな。で校内で車乗りますって言って、隣に先生を乗っけて、じゃあこうやってって言って出発ってやったけど、それも最初の頃本当に5キロとか10キロで校内走るだけで、怖い、曲がれないって。だってさ、マニュアルだよ。クラッチを使って発進、減速、停止って、それプラスハンドル、そんなのさ頑張っていますけど。無理よって思いながら乗ってます。私は運動神経がすごく悪いので、もともと自信もなかったし、そんなこう手足別々に動かしてやらなきゃいけないじゃないですか。もうそれがすごく苦手みたいで、なんか試験受かるのかなって不安です。亀ちゃんは励ましてくれるんですけど、まだオートマ免許がなかった時はみんなそれでも乗れてたんだよって言うから、頑張って乗れるようになんないとと思って頑張っています。けど無理。もう疲れちゃった。大変です。もうやだ。